渡辺武氏2月15日から2010年8月23日は、日本の官僚、初代財務官、初代アジア開発銀行総裁、公共信託アジアコミュニティトラスト運営委員会、代表、東京府生まれ、学習院初等科、府立、第一中学校4年修了、第一高等学校を経て、1930年、 東京帝国大学法学部政治学科卒。同年、大倉省入省後、台湾事務局に出向し、革新官僚の一人として、統制経済の策定にも関わった。同局では、食産家に属し、岩黒秀夫と机を並べて、仕事をした。1937年、大倉省主計局事務官となり、文部省、南洋庁、関東局を担当。隣には、 陸軍担当の福田武雄がいた。戦時中の1945年3月、新設なった大臣官房企画課長となるも、時すでに遅く移ってもなくそのまま終戦を迎える。大倉省企画課長から終戦連絡部長として横滑りした。イギリス留学と河瀬課長の経験があり、英語での実務ができることから、占領時代を通じて、 財務関係の GHQ 司令部と交渉の矢面に立ち、後の対外関係に従事する機縁となった。GHQ 相手のロビー活動によって、大蔵省解体を免れさせたとも言われているが、米軍駐留費伝出の必要性から、大蔵省を残存させた米軍による、間接統治、さらに東西冷戦勃発から、日本経済立て直しが急務であったことがその背景に、あった。 米軍発行の軍票が法定通貨となっても実際には円を流通させるなどこの時期に解体された内務省に代わって大倉省が所管庁の中で事実上トップの座につくこととなった。同期の河野和幸の後の1948年9月24日から1949年6月1日の間大倉省官房長。1949年6月には 見返り資金管理の時間級ポストとして国内に財務官職が置かれることとなり、大倉省終戦連絡部長から解消した障害部長と合わせて新財務官職となり、初代財務官に就任。同時期 GHQ 内部の先鋭的理想主義者の一軍で、あるニューディーラーが日本経済の舵取りを切っていた。インフレの防止のため均衡予算を主張し、 GHQ 経済科学局も支持した。後、これらに代わって、日本経済の安定、引き締めのために、米国から現実主義者のジョゼフ・ドッチが招聘され、渡辺は招聘の実質的な責任者の一人となった。池田隼人増商時代にドッチラインが実行され、池田、宮沢喜一増将秘書官、渡辺の三人で、どッらと緊密な連携をとっていた。また、 渡辺は戦前からアメリカ対日協議会のカウフマンと信仰を持っていた。1951年9月、サンフランシスコ平和条約を日本が締結した時、側面からサポートし、さらに IMF、世界銀行に日本を代表してオブザーバーとして出席し、加盟準備をする。1952年7月、中米公使に就任する。 戦前からの日本の対外債務処理問題や日米二重課税防止協定締結に当たり IMF、世 IM 銀加盟及び日本からの理事選出に対処した。1956年初代の湯本武雄の後を継いで IMF、世 IM 銀理事につき外資の借入交渉や対日融資の増加に尽力した。 1960年11月に帰国後、自らの経験をもとに、外国での日本語学校、帰国子女のための特別クラスの設置、残留子女らの寄宿制度の整備を運動で働きかけを行っていた。海外赴任先の日本人の子女や帰国子女が、日本における受験競争のために語学を満足に習得できる状況になかった。こうした語学教育の問題はもちろん、 縦の規律ばかり教え、横のルールを教えない、日本の教育の現状に憂慮していた。これらの対策のため、在外勤務者市場教育懇談会を結成し、会長に就任した。その後、アジア開発銀行創立構想については、民間専門家として時和橋経済研究所の大橋薫の協力を仰ぎながら、 また、大倉省顧問の両立上から関わり、1966年初代総裁に選出された。1972年退任。1973年に設立された、日米王委員会日本委員会委員長を務めた。後の1985年、日本で初めての格付け機関である、日本格付け研究所の社長就任。1977年には、 財団法人日本シルバーボランティアズの設立に尽力する。草の根からのシルバー人材などによる発展途上国での技術支援、貧困からの生活向上活動など、同財団法人を通じた功績が評価され、2009年に新中国建国60周年を記念して、中国の環球時報が選んだ新中国に影響を与えた外国人60名の一人に選ばれる。 祖父は伊藤博文内閣の蔵省、低心省を務めた渡辺国武、父の渡辺千冬も司法省を務めた。弟に物理学者の渡辺聡、おじに渡辺千春。いとこに渡辺明。その子に渡辺誠。なお千春は日銀ロンドン駐在時代に少年期のネルー初代、インド首相が同じアパートに住み、遊びに来ていた中。 大倉省入場同期は、戦後、大倉事務次官となった、河野和幸、内田恒を、小島隆高だ、吉田春になど、渡辺を含めた七人であったが、二人は太平洋戦争前後に病没した。ありがとうございます。